じゃあ迷子園、え、迷子園迷子園略しすぎちゃった。マイマイ迷子園続きやるよ。マイ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 迷子園やるよ。やるよ。マリアちゃん探しに行くよ。行くよ。大丈夫か。おお、もう急にイベント。カナダ、マリア見なかった？マリア？ヒナタが見たって。はあ？マリアは一人であっちに行ったぞ。アトラクションの方。なんで止めなかったのよ。あんたは黙って見てたの？ヒナタは止めたよ。危ないぞって。でもマリアには聞こえなかったみたいだね。そんなの聞こえるわけないでしょ。ぬいぐるみの声なんかが聞こえるのはあんただけよ。あ、まずい、うん、傷ついちゃった。ヒナタはぬいぐるみじゃない。ヒナタは。ストップストップ、喧嘩してる場合じゃないだろ。うん、マリアを探さなきゃ。いや、ヒカルちゃん余裕なくなってるな。ヒカル、追いかけなきゃ。カナタ、朝ごはんが来たら先に食べてていいってみんなに伝えて。うん。あからさまに元気なくなっちゃった。おっと、来たね。なるほど、行くか。行きましょう。おい、うわ、やばそう。あ、マリア。黄昏横丁。入っていっちゃった。カエル卵も一緒に入っていったぞ。まさかマリアがさらわれたのか。追いかけなくちゃ。あれ、もう限界なんだ。大丈夫か。大丈夫大丈夫。ちょっと目の前がぐるぐるしただけ。目の前がぐるぐるって。そうだ、ヒカルはここに来てからずっとみんなのために働き続けているんだ。無理もないよな。うわ、デミデミ、ここは黄昏横丁。デミデミ、来たな。説明カエル卵。ここはメダルを払うだけじゃなく、二人一組で手をつなぐのが参加条件。デミ、あ、カエル卵と手つないで入ったってことか。じゃあ日が沈むまでに出口まで来れたらクリア。デミ、日が沈むまで。キラキララビリンスの30分と比べてえらく大雑把だな。でもそれなら時間はたくさんある。ただし日が沈んだらゲームオーバー。デミ、ゲームオーバー？なんだそれ。そして脱出するまで絶対に手を離しちゃいけない。デミ、もし途中で手を離したらブルブル悪いことが起きる。デミ、怖いよ。なんだよ、どういうことなんだ。やばいよ、マリアちゃんもヒカルちゃんも危ないよ。もっと具体的に。クリアできたらメダルいっぱい山分け。デミ、レッツチャレンジ。デミーデミーデミー、ろくな説明していかなかったな。な、聞いたでしょ、ユウ先生。結局何が起こるのか言ってくれてないし。二人いれば挑戦できるって。行こう。ちょっと待って。確かにマリアは放っておけないけど、ヒカルだってフラフラじゃないか。ゲームオーバーとか悪いことが起きるとか。ただでさえ今回のアトラクションはこれまでとは雰囲気が違うんだ。じゃあなおさらマリアを助けに行かなきゃ。マリアがそんな場所に迷い込んじゃったのは私のせいなんだから。ヒカルのせい？そんなことないって。私がちゃんとマリアのことを見てなかったから。
こんなことになったの。マリアは一人じゃ何もできない。それを放っておいて私の責任なの。私が助けなきゃ。どうする？このままヒカルの言う通りマリアを追いかけるか？確かにマリアを放っておいたら取り返しのつかないことになるかも。でも失敗が許されない選択だ。そもそもこんな状態のヒカルがアトラクションに参加することも危険だ。それに結局昨日だって俺はキラキララビリンスを攻略できなかったし。ブラックは先生なんだからブラックがゴーサインを出せばそれで解決だ。やめておこう。俺の一存で選べるわけがない。こんな時まで俺は迷ってばかりなのか。先生、先生、決めなきゃ。あ、ユウ先生、もっと自信を持ってください。ここではきっと私たち大人が何かを選んで決断しなければならないこともあるでしょう。俺たち大人が選ぶ。そうです。その時自分の選択に責任を持てるように、その結果が良いものでも悪いものでも自分が選んだものを受け止められるように、そういう心構えがきっとこの先必要になります。おい、ルミ先生。あ、ルミ先生、そうですよね。ユウ先生が来ないんなら誰か適当に呼んで。いや、もちろんマリアは絶対に助けるよ。俺も行く。でもだからこそ焦っちゃダメだ。タイムリミットは日が沈むまで、まだ半日の時間がある。だからまずは一回休憩所に戻ってしっかり朝ごはんで栄養を補給して、黄昏横丁の攻略隊を作ろう。攻略隊？キラキララビリンスではっきりしたんだ。ここのアトラクションはやっぱり普通じゃない。闇雲に挑戦してもクリアできないんだ。だから中で何が起きても臨機応変に対応できるようにしっかり準備してから万全の状態で挑んで絶対にマリアを助ける。これがユウ先生の提案。どうかな？わかった。でもあんまりのんびりはできないから。ああ、よくやった。さあ、そうと決まったらまずはしっかり朝ごはんだ。行っちゃったな。もう後には引けないぞ。でもあのまま何も選べないよりかはずっとマシと思う。ならせめて自分の選択を後悔しないようにできることは全部やってやる。絶対にマリアを助け出すぞ。よ、いいぞ先生。いいぞ、よくやったぞ。よくやった。全員生きたまま帰りたい。そして攻略台作ると言いましたね。そうだね。まさか？何？まさかですよ。お楽しみに。はい。さて、朝ごはんも食べたし、黄昏横丁攻略台を組まないとな。まさか自分で選ぶのか？なんだって？え？二人一組で手を繋がないと挑戦できないっていう前提があるから、俺とヒカルで一組として、あと二人、四人集まればだいぶ心強い。ブラック、シンタどうしたの？聞いたぞ、俺も攻略隊に入る。え、もちろん嬉しいけど疲れてない？ヒーローがいなくちゃ始まらないだろ。へっちゃらだぜ。それに俺はレッドだからな。ブラックには負けてられないぜ。
シンタ、ありがとう。仲良しだったシンタが、岡田のために攻略隊に参加したよ。嬉しい。ヒーローごっこの勢いでいざという時に障害物を壊せるかも。おお。なるほど。最後の自由時間が始まりました。この自由時間中に攻略隊をあと3人選び、黄昏横丁に挑戦することになるでしょう。いいよ。子供たちは様々な個性を持ち、黄昏横丁攻略で大きな力を発揮します。なるべくいろいろな種類の個性を集めて挑むことをお勧めします。なお、ヒルみたいなやつですね。あ、なるほど。現在の攻略隊のメンバーは黄昏横丁前に集まるので、一度誘ったメンバーを入れ替えたいときは、そちらで再度声をかけるといいでしょう。最後に、画面左上にハートアイコンが見えるでしょうか。黄昏横丁では、この元気がなくなるとゲームオーバーですなんだって。くれぐれもご注意ください。なるほど。黄昏横丁はミニゲームみたいなのがまあいつも通りあって、うん、そう、ここの画面であの今の編成があのほら載ってるんですけど、キラキラ、そうそうそう、これでヒカルちゃんとか見ると、うん、見れますかね。どうやって見るんだ。なんだろう、なんかで見れたんだけど、あ、これあれかな、クリックか。あ、見れないよ。見れないや。シンタがこれ一回止めるんだったかな。このマーク多分誰かに話しかけたら分かると思うんですけど、 OK、うん、このスキルとかを結構まばらに入れといた方がいい。なるほどね。もと、まあ普通に探索時間最後なので、うんうん、なんかいろいろ見て回りましょう。 OK、 お話ししとくか。ポケットの中のお菓子、そうそうそう、これはそうね、あのヒカルちゃんと同じスキルか。そうですね、ヒカルちゃんも回復なので、うんうん、まあ、一旦全員に話しかけて誰がどういうのを持ってるか見ていきましょうか。そうだね。大人レベルの論理的思考で迷路の正解の道を導き出しナビゲートしてくれるかも。なるほど。あ、これは元気を回復してくれるかも。うん。で、いたずらを仕掛けていざという時に敵の動きを止められるかも。敵がいるのね。はぁ、おもうずっと調べちゃうなこいつ。ちなみにこれ選んだメンバーであの会話内容とかもちょっと変わるから。マジかよ。連続フラッシュでいざという時に敵の動きを止められるかも。なるほど。溢れ出るカリスマでいざという時に敵の動きを止められるかも。あ、まだバブ化してる。お、俺やれるだけやってみます。おー、かっこいい。いいね。ああ、なるほど。確信をつく人間観察力で迷路の正解を導き出しナビゲートしてくれるかも。ああ、ナビゲートしてくれる。ああ、超記憶、超集中力で迷路の正解を導き出しナビゲートで。はあ。ダイヤも光とマリアを助けたいんだね。絶対に攻略、なんたら、絶対に成功させなくちゃ。よし、逃げたぞ。勢いが良かった。あ、ライオンはあれか、障害物を壊せる。うん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 。あ、壊せる壊せる。確かね、ま、ナビゲートは一人いたらもう大丈夫、うんうんうん、で、種類が4つだから5人連れてけれるから、うん、そのまあ、一つスキル多めに何かを取ることができる。なるほど。心配のやつはまあ大すぐ連れてこうとしちゃう。危険なとこに行かせられない。そんなまさかのそっちか。連れてくんじゃなくて連れていかない。敵の動きを止める。敵の動き止めるは結構強かったはず。なるほど。ちょっとプレゼント買ってこようかな。そうそう、今のうちにね、そういうのもいろいろやっておいた方がいいと思います。そうしよう。でまた悩むとね。また悩んじゃった。そう、今チケット25枚めっちゃあるな。めっちゃ買えちゃう。変なぬいぐるみは多分かなたくんにあげたら逆になんか怒りそうな気がするから。本当？どうかな。え、かなたくんかと思っちゃった。あ、そうか、
かな、かなたくんかな。ぬいぐるみだから怒る可能性もあるのか。そう、どう難しい。むずい。でもとりあえず、ダイヤくんにぬいぐるみあげてみようかな。お、行ってみましょうか。行こう。あ、その前にセーブした方がいいかもしれない。そうだね。最悪あの、やり直しちゃえば。そうそうそう。いる。よし。頼む。あ、結構上がってる。はい。喜んだ。半分以上になった。もう一回ぐらい上げたら良さげ？そうだね。しんたくんにももう一回多分上げたらマックス絶対なるから。うん。2個買っちゃおうかな。あ、11個危ねえ。大量に買うとこだった。2個。おもちゃそんなに欲しい人いないだろ。ちょっともう一回ダイヤくんにあげて。あ、もうちょっと。まだ。もうちょっとかな。ちょっと先にあげとこう。あ、いけるな。あとちょっとなのに。ね。はい、マックス。おー、これ好きなんだ。よし。お、おえ。ブラック、レッドである俺を意識してるようだな。意識っていうか、まあそうなるかな。こんな時でもレッドとブラックは永遠のライバル。そしてお互いを認める仲間なのだ。だから一緒にここを脱出しような。見せ場は俺が用意しておくぜ。信じてるぞブラック。うん、任せてよ。で、俺はいつからブラックに。めっちゃひどいこと言っていい？うん。見せ場は俺が用意しておくぜって、もうなんか死亡フラグにしか聞こえないんだけど。それな。やめてほしいな。名簿がなんか増えたって。見よう。嫌いなものわかるんじゃない？あ、なるほど。お、片付け、お化け、一人ぼっち、野菜。野菜。ちゃんと食べなさい。そうだよ、食べないとダメよ。一人ぼっち嫌なのにね。あ、あと星マークがつきましたね、左側。あ、ほんとだ。ついてる。嬉しい。なるほどね。こういう感じでちょっとした会話が見れるんだ。ちょっと。やっちゃおう。はまっちゃった。セーブ大事。うん、よし、あげましょう。喜べ。あ、そんな喜ばない。あ、まあ、でも、感触ではあるけどな。確かに。なんだよ。喜んじゃ悪いか。まあ、好感度上がりにくいのかな、ハヤテくんは。そんな感じはする。うん、ね。まどかちゃんどこ？左側だったかな。あ、いたいたいた。上げてみよう。おー、めっちゃ上がった。めっちゃ上がった。はあ、かわいい。やったです。いいものもらったです。ありがとうございます。いや、よかった。喜んでもらえて。ね。まどかちゃん見れそうだな。めちゃくちゃ跳ね上がったもん。ね。もう最高に喜んじゃったか。もうちょっとずつ買いに行くの、あれかな。まあまあまあ、編集がなんとかしてくれるでしょう。そうだな。よろしくお願いします。はい、任せてください。かなたくん。どうだろう。触れるのか。へえ、なんでだろうね、ひなた。やっぱりあんま喜ばないよね。あ、よくないんだ。そうだね。そうなんだ。これでマックスと。やった、いいものもらったです。ここにはバズりそうな珍しいものが多いですけど、魅力としてはそれでもなお、ゆずりはちゃんが一番上です。へえ、そこまでゆずりはを取りたいんだね。なんか理由とかあるの？理由と言われても、キラキラしてるから？はいはい、そんな話はスクープにもならないです。先生の方がまだネタになるです。ここから出た時のために、今のうちにネタを貯めておきましょう。え？勝手にプーチューブにアップしないでよ。おー。この子の嫌いなものちょっと気になるけどな。ねえ、なんだろう。
あ、いたわ。Wi-Fi のつながらないとことか。バズらなそうなこと、おしゃれすること。あ、おしゃれすること嫌いなの？マジ？結構おしゃれだけどな。なんだそれ。なんでだ？あと、ちらっと攻略サイトっていうものがありまして。はいはいはい。好きなプレゼント今見てるんだけど。うん。みんな結構意外だった。あら、そうなんだ。かなたくん、折り紙セットらしい。あーぽい。あと、なんかね、食べ物でみんなそれぞれ一つ、なんだっけ、物系で一つみたいな。あ、なるほど。まあ、あと複数個ある子もいるみたいな感じっぽい。うんうんうん、ってことは、この不格好なおはぎは、じゃあ確実に、あれだ、ゆずりはちゃんだ。ゆずりはちゃん、そうだし、さっきのまどかちゃんも実は好きなもの。うん、あ、そうか、アンパン好きだからか。うん。複数にいる。あら。うん、だいぶ何人かいますね。ダイヤくん一番喜ぶの何？あ、ダイヤくん見よっか。ダイヤくん、ダイヤくんはいちご納豆チョコ、おはぎ、うん、ぬいぐるみ、塩おにぎり、折り紙セット。お、結構上がるな。え？じゃあどれが一番高いんだろう。わかんない。ちょっと待てよ。あ、ちなみになんですけど。うん。プレゼント用メダルは全員一発でゲージマックスになります。おお、なるほど。あ、ただストーリーに変化はそんなないって書いてあるから、まあマックスにさせる用のものなのかな。うん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 。ってことは全然上がらせてない人にあげた方がいいか。うんうん、の方がいいかもしれない。折り紙セット買う、ダイヤくんにはじゃあ塩おにぎり買っていくか。ダイヤくん多分これでマックスになりそうな気がするな。で、おにぎり食え。食え。オッケー。来るぞ。どうしたのダイヤ。お腹が空いたの。ブブーっつった。ありがとう。じゃあプレゼントが欲しいとか。え、違うのか。じゃあまさか俺にプレゼントくれてありがとうって。ダイヤ先生は感動してるよ。かわいい。なんだこのイベント、めっちゃ癒される。最高だった。はい、文字、言葉を発すること、ああ苦手なんだ。そうなんだ。なるほどね。うまく伝えられない、いつもジェスチャーやパントマイムで。うんうんうん。喋る時が来るんだろうか。喋ってほしい、ここぞという時に喋ってほしい。うんうん。あ、かなたくんか。折り紙だよ。折り紙だよ。おじさんが折り紙あげようね。あ、不審者。やったー。ありがとう、ひなたも喜んでるよ。でも好感度上がらねえな、あんまり。まだだな。まだだね。やっぱ上がりにくいキャラ結構多い、ね。うん、そうかも。折り紙セット割と高いんだけどな。あら、高い金払ったのに、おじさんには見向きもしない。いやー、やっぱりおじさんには魅力が足りないか。違う、これ、金づるだと思われてる。ありそう。これ、あと1個じゃ多分いけないかな、かなたくん。買っちゃう。買っちゃう。おじさん。めっちゃ渋った上で今買ったな。手が止まらないんだ、おじさん。ああ、おじさん。ああ。おじさん生きて。かなたくん。かなたくんのおじさんってなんか嫌だな。おじさんが折り紙セット。ああ足りねえ。おじさんまだだって。よし、おじさんに任せなさい。おじさんもう有り金ゼロになっちゃう。おじさんに任せなさい。おじさん。お金なくなっちゃった。あ、いざとなったら戻るから。
おじさん時間巻き戻せるんだ。おじさん、おじさん、その代わりにいっぱいもらえるよ何かが。よし、ユウ。ああ、カナタどうしたの？違うよユウ先生、今のはヒナタ。え、ああごめん。ユウはたまにヒナタとカナタを間違えるぞ。ひどいよねヒナタ、クスクス。カナタは本当にヒナタと仲良しだな。たまにこうやってからかってくるのがなければもっと微笑ましいんだけどね。ああ、やったぜやったぜ。ああ、うん、注いだな。勝利。正論、ヒナタを失うこと。失ったことがあるってこと？なるほど。なるほど。なるほど。奪われたら、もう、ダメなんだろうな、きっと。喋れなくなっちゃうんだろうな。おじさん見たいけどな、ちょっと。ねえ、おじさん、そんなカナタくんも見たいな。うん。じゃあちょっと、どのファイルだったか忘れたけど。そろそろ。うん。仲間集めようか。お、誰を選ぶんですか。まずは、まずは、カナタくん。いやだ、かわいそう。しょうがないな。お、優しい。やった。いたずらは、あれだから、ナビゲートを、あれ？ナビゲートが？あー、この、ハヤテくんもナビゲートか。下3人は全員殴る系の人だった、ね、そうだよね。ナビゲートじゃあ、お、ハヤテくん行くか。わかったよ。オッケー。あと1人かぶるんだよね多分属性が。そうだね。ってことはどれが一番強いかな。僕個人的には紫が強かったけど、行ったのは赤で行った、うん、なるほど。攻撃でライオンちゃん連れてった、その時は。なるほど。まあ、でもナビゲートじゃなかったらいい気がするけどな。うんうん。行くか、まどかちゃん。行きますか。君の好感度上げたからね。了解です。 OK、 これで、黄昏横丁行くか。うんうん。ここだ。来たぞ。あ、まだやってなかった。危ない。あともう大丈夫かな。じゃあ行くか。行きましょう。うん。ちょっともう一回セーブして、どうせ多分セーブ入るけど。最後の自由時間を終えて黄昏横丁に挑戦しようかな。します。このメンツで行きましょう。さて、参加条件は2人で手をつないで入ること、そして日が沈むまでにアリアを探し出して出口にたどり着くのが目的。ゴールするまでに手を離すと悪いことが起きるらしいから、みんな手を離しちゃダメだよ。マリア待ってて、私が助けてあげるから。黄昏横丁。